ただい、あれ、あれ、待って、実質でイベントじゃなかった？あ、あ、そっかそっか。ヨスケ送ってきた的な感じかな？なあ、なごちゃんゴミュめっちゃやりたいんだけどな。まだ聞きぼれるほどの伝達力がないから。じゃあ、これで読み終わればいいかなって思うんですが、どうですかね。多分これ3回目か4回目、これで。じっくり。オッケーオッケーオッケー。あと2冊かな。ベッドの 下に隠しておいたあの長瀬さんからもらったあれ。あの少女漫画的なやつ。あれをちょっと読まねばいけない。早いとこ。ヨスケに先を越されてしまう。ということで日曜日、待ちに待った日曜日です。さあ何をしましょう。お、電話だ。もしもし、天城です。あれ、ゆきこちゃんじゃん。ゆきこちゃんはひとまず俺の中でのノルマはこの時点での達成できてるけど、行くわ、行く行く、うん。でもここで行くってやっちゃうとあれなんですよね、あの通販番組が見れないというか、なんというか、まあ誘われたらうんちゃんと行こう、ヨスケ以外は。終わっためっちゃあっという間だった。10秒ぐらいで終わったよ。ただいまー。お、やった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 。なんだなんだなんだ。そうだよね、とりあえず伝達力を聞きぼれるぐらいにしないと何とも夜時間は進めることができない。ということで今日は女子力を上げます。じゃあお弁当箱におにぎりおにぎりちょいっと詰めてって歌が昔あった気がしますが何作るんだろう。お、なんかそれっぽくない、それっぽくない。でもお弁当っていうか、やっぱ昨日のね、なんか夕飯とかで夜ご飯で作ったものをなんか残り物入れるぐらいの感覚のものが多い気がするんですけど。さあポテトサラダ作りましょう。じゃがいもを茹でた後どうするんだったか。潰しちゃえ、潰しちゃえ。なめらかポテトサラダを手に入れた。ありがとうございます。さらに魚の餌を3個手に入れました。ありがとうございます。なんか料理だけに関してはめっちゃ真面目にやってる気がするあ、続く。そっか、もうそんな時期か。衣替えだね。大丈夫なんじゃん。そして確かそろそろってか今週末週末あたりに、うん、あれがありましたよね、あの林間学校。あれもまた楽しみなんですけどね。うん。あー、ちえちゃんも夏服だ。あ、なるほど。ジャージはなんか縛ってあるんだ、腰に。いたわー、いたわー。てか俺もそれやってた時期あったわ。あ、ちゃんとここも変わるんだね。さすがペルソナ4。なんというジレンマ。そうだよ、持ちの論ですよ。さあということで午後になりました。グッドアフタヌーン。お、近藤先生、巷で噂の近藤先生じゃないですか。
日本のジューンはジメジメしててすげえナーバスだよな。なんなの、ルー大柴さんなの、君は、君はというか先生は。100メートルダッシュを30本やる、え、マジで。やだよ、5本だけでも厳しいのに。あ、やった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 、絶対絶対絶対答える。短距離走とは何運動と言われるか。無差走運動。あ、合ってた、よかった。やったー、やったー。もう近藤先生込みやったら俺毎日行く。あ、びっくりした、この女の子たちなんか今日いないなって思ったらなんかフェードインしてきた、いきなり、びっくりした。じゃあ今日は何をしましょうか。とりあえずクエストをね、なんか犬探そう的な感じのやつあったから、それもやりたいなと思うんですが、まあとりあえず街に出ないと何も始まらないですよね。あ、引き受ける。うん、うん、いいよいいよ。猫に餌をあげてほしい。正直自分でやってほしい、これくらいは。それにね、自分でやってあげた方が猫も喜ぶと思うんだけどな。てかクエスト多くない？いいよいいよ、探してくる。うん、やべえ、なんか5、6個ぐらい掛け持ちしてる気がする俺。もうちょっと待っててね、ちょっとダンジョンまだ行かないから。この方は、あ、話しかけてなかった。よかった、なんもなかった。ん？この子って、あれじゃない？なんか、新学期早々、ゆきこちゃんになんかアタックしてた子。タコにもモロキンって何？話題に上がるほどなんかやばいの？ほえー、モロキンって相当やばそうな人ですね。思わないけど。でも確かにね、星めっちゃ綺麗だよね。はーい、ありがとうございます。なんですか、なんですか。鍵は宝箱の鍵ならよく見つけますけど。お金では買えないご褒美、マジですか。いいですよ。お願いするよーって、もう語尾ちっちゃいうとかめっちゃ可愛すぎるんだけど。買い食いはダメだから我慢するって言ってたんだ。ああ、真面目。さすが。買い食いとか本当めっちゃ頻繁にやってた。あ、なんですか、なんですか。幻の芋焼酎。地元の子じゃないけど、まあまあいいでしょう、いいでしょう。待って、俺クエスト何個掛け持ちしてる今。あ、あの奥いるのって、あ、てか猫なあ、だが餌を持っていない、なんということだ。あ、犬って、しかも、え、嘘。やっぱりそうだよね、一回じゃ警戒は
ね、うん、そういうことですよね。難しいな、時間かかりそうですけど、まあでもやれないことはないはず。そういえばね、堂島拓ってところって、あ、行けたんだね、全然知らなかった。普通にお家に帰っちゃうかなって思ったから敬遠してたんだけど。あ、なんだなんだ、具合が悪そう、大丈夫ですか。あ、喜んで喜んで、いただきます。稲葉市の人ってなんか料理のイメージが一気になんか崩れてくんだけど。いや、持って帰ります。え、待って、魚の餌とか出たよね今。やばいじゃん、ちょっと申し訳ないっすよ。ん、いきなりプラモ、え、してない。え、なになになに、え、プラモしっくりくる板がなくて。なるほど。オッケーオッケーオッケー。待って、クエストなんかもう10個ぐらいなんか掛け持ちしてる気がするんだけど、大丈夫俺、大丈夫かな、地味な男子生徒くん。あ、いけるんだ、いけるんだ、奥いけるんだ、全然知らなかった。多分この子なんだろうけど、え、どうやって行くのみたいな感じで、結局あの猫に気を取られてしまっていたので、これでいいんじゃない。なに、うん、土手にいるって伝えて。え、行かないの、ちょっとちょっと、お姉ちゃん怒るぞこれ。おこだよ、激おこぷんぷん丸だよこれ。まあ報告しに行きましょうか。クエストめっちゃ受けちゃった、どうしよう。でも頑張ろう、ダンジョン次行った時にまとめていけるはず。うん、ねえ、行かないからみたいなこと言ってたよ。うん、迎えてあげてね。あ、帰れる、ここめっちゃありがたい。めっちゃこれダンジョン行ってくださいみたいなサインみたいな感じのやつですね。どうしましょうか。さあ、ということで今日は吹奏楽部で過ごそうかなって思います。なんで止まったんだろうねあの子。え、何、動けないのあの子。なんか突っかえてるんだけど。え、何、ムーンウォークの練習かな。あ、行っちゃった。音楽室、練習の前に部員が集められた。なんだろう、なんかやんのかな。あー、そっか。折ってはないけど変な風にひねった。うわ、みんな見てる、みんな見てる。うん、頑張れ頑張れ、頑張って頑張って。 OK、 来たー、やっと七子ちゃん込みやれる。
やいやいや、できるできないの問題じゃないでしょう。気持ちが大事だよ、そういうのって。なるほどなぁ、そういうことだったんだね。私なんか、いいんだよ、うん、失敗したって。うん、ベスト尽くせばいいんですよ。ありがとうございます。なるほどな、こういうことがあったんですね。ということで太陽コミもランク5です。ありがとうございます。うん、頑張ってね。頑張って頑張って。頑張ってっていうのもな、なんかおかしいよな、でも。って、帰りながら、多分、口ずさんでるだろう。お帰りなさい。そっか。夏服に変わっておる。夏服に変わっておられる。凍ったバナナ。食べる。なんか冷凍みかん的な感じで、冷凍バナナ的な感じ、よくわかんないよ。何言ってんだろう俺。ん、やっちゃった。いや、なんか行くのすごく申し訳ないんだけど、どうしよう。やだどうしよう、やだ、部屋にこもりたい。でも正直に言おう、ごめんなさい、ごめんなさい、どしまさん、ごめんなさい。うん、うわー、冷凍バナナのことで、バナナで事情聴取されるよこれ。くそ、すまん。手伝おうかって、手伝えるものでもないけど。いや、昔の新聞記事。なるほどな。でもこれ以上聞き出せる雰囲気ではない。どうした、お腹痛い？え、大丈夫？え、前にもあった？参ったな。あたちさん。さあ、どういうことなの？
早く寝ろ、さないだろう。ないですよ。さすがにこれは、俺はどうかと思うぞ。悪い。ありがとな。方向目レベルじゃないランク5かなりましたね。おやすみ。おやすみなさい。でもなぁ、いくらなんでもなぁ、ちょっと今回のは、まあでも堂島さんなりに考えてるんだよね。そりゃ分かってあげないとダメだよね。うわぁ、辛い。そんな時は林間学校だ。明るい話題にしよう。もうこれサボる前提の喋りが入ってましたけど大丈夫ですかね。さあということで放課後になりました。今日雨か。じゃあ、とりあえず、セーブしましょうか。今更だけど、雨の日って、BGM、ないですよね。なんだろう、なんかすげえ寂しいんだけど。おー、なった。伝達力がっちり、高まった。なんもない。何もないけど伝達力が上がったのは大きい。でも結構自信あったんだけどな。ね、足らないとか出たからびっくりしましたよ。お兄ちゃん、チャンネル変えていいよ。なんでどうしたの今日。ジュネス、手品でも手品できるの？臭いすぎるんだけど。輪ゴム？何やってるの？やったこれ昔。ダメじゃないか。見えた。あのね、ピュって飛んだの見えた。それ失敗したやつじゃん。もう一回やって。それなりに喜んでくれた。よかったね。よかった。じゃあ次ナナコの番。嘘。それだけで終わったんだけど。まあいいや。ナナコちゃんが元気になってくれればいいんですよ。あ、モロキン出たな。モロキン、人という字があるな。またデカルトさんですか。人ってあれだよな。え、何が成り立ちは、あれ、立ってるだった。しまった。いや、いつも聞くから、陽介。主人公だって人間ですから。
ん、なんだろう。あ、アイちゃん。さあ、放課後になりました。とりあえず街に出て、まあ犬とかね、犬、ちょっと犬探しから始めようかなって思います。あ、いたいたいた、ぐるるる。こちらを警戒しているようだ。じっと目を見る。歌う。優しく話しかける。歌うを見たいけど、うん、一緒のね、同じ高さの目線になって、お、オッケーオッケー。ってことで、ストロン買いだめしよっか。うん、水曜日だから補充されてると思いますので。そういえば買ってなかったよね。オッケーオッケー。じゃあ買ったら学校に戻ります。マジか。すごい、すごい情報を聞いたんだけど。これは伝えなければ。さっきいたんだよね。どこだっけ。確かここに、漢字がいたような、いなかったような、いたような、いなかったような、いたような、あ、いた。話があるよ。うん。土手てか夏服は着ないんだね。噂の真相を確かめるため漢字を連れてきた。なんすか。まあ話よ。うん、どうだろう。先輩、俺疑ってんすか。見損なうなよ。すごい変わりよ、この。